読売ジャイアンツ対読売ジャイアンツのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはジャイアンツの先発堀内がマスカット。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。そうですね、そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。ファウルボール、ワンボールツーストライクです。見逃して三振です。ワンアウトです。バッターは DH 柳田。堀内、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。マウンド上のピッチャーは堀内、そしてキャッチャーは城島。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。打順は3番ブラッグス。ツーアウトランナーありません。初球大きく外れています。緩いボール決まりました。惜しいですね。はい、低めわずかに外れてボール。ライト方向を流しました。さあ、これからジャイアンツが守備につきます。坂本が打席に入ります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。インサイド決まっています。156キロがいきなり出ました。内へ食い込む変化球、ストライクです。ノーボールツーストライク。引っ張った。バッターは2番に入っている丸。山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球打ち。打席には3番バッター吉田。ヒットでランナーを一塁に置いています。まずはインコース。この打席ゴロを打たすようなボールには走ってきた。ヒットエンドラン。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。なるほど、そうですね。西さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか。そうですね、バッターインサイド落ちました。まあ、送球がうまいキャッチャーですから、ランナーは走りにくいでしょうね。ああ、そうですね。インサイド落ちました。打席には4番バッター長嶋。ツーアウトになっています。ランナースタート。ヒットエンドラン。2回表に入ります。ジャイアンツの攻撃、打順は4番吉田。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。チェンジアップは入りません。変化球、これは胸元へ。ワンボールツーストライクと追い込みました。低めの変化球は決まりません。見逃し三振。まず一つアウトを取りました。5番バッターロペス。堀内、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球は何から入ってくるか。引っ張った。打席には6番バッター井口。ヒットでランナーを一塁に置いています。さあ、まず1球目。また初球打ち。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。さあ、バッテリーどう組み立ててくるのか。危ない球です。緩いボールを持ってきました。これで追い込みました。まあ、もう一球は外してもいいので、外に逃げるボールを引っ掛けさせたいですね。なるほど。さあ、どう来るか。今度はインコースでしたね。はい、一球ボールになって、これでフルカウント。さあ、これで決まるのか。変化球打った。
2回の裏ジャイアンツの攻撃、バッターボックスは5番山川。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。西さん、この場面はインサイド打った、ストレート打った。バッターボックスには指名打者の岡本、山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。うちのボール打った、バッターは7番に入っている城島。ツーアウトになっています。この回のジャイアンツ打線ですが4球でツーアウトになっています。まあ簡単に打ってしまいましたね。はい、そうですよね。次が2球目、ストレート打った、3回の表7番から始まるジャイアンツの攻撃、打順は下位打線に入っていきます。バッターは今宮。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。ここでジャイアンツ守備を変えてきました。ランナースタート、チェンジアップには反応しません。ボールです。センターへ、さあそしてバッターボックスには炭谷が入ります。さあ2アウトにはなりましたが得点圏にはランナーが残っています。まあここまでバッターボックスには代打の外、まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。そうですね、ここで点をやるわけにはいきませんからね。そうですね、さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。やはりランナーがいると初球も慎重になりますね。なるほど、そうですね。ジャイアンツピッチャーが変わります。一打先制の場面、ショート、ここでジャイアンツ守備を変えてきました。3回の裏に入ります。ジャイアンツの攻撃、得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは8番の山田。ジャイアンツ得点に動く、さあここでジャイアンツ代走を送ります。帰れば、レフトに持っていった、ホームイン、決めた、山田サヨナラのタイムリーヒット、なんという劇的な幕切れ、鮮やかなバッティングでした。この人のタイムリーで見事なサヨナラ勝ちです。打ったバッターはもみくちゃ。ジャイアンツがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。延長でのサヨナラゲームとなりました。西さん、試合を決めたバッター最高の気分なんでしょうね。